皆さんどうもこんにちは、ミントスです。ということで今回は第6回ザ・アセントやっていこうと思います。さあ取締役室へ私参ります。いやーもうだいぶねこのゲームをねやっていったんですけどね、ついに何かこう巨大な組織が匂う場所へやってしまったわけなんですけど、来たー、ここだ。なんだ、ずいぶん静かだな。なんだこれは。工作員、重役会議室の構成アクセスして OK。 ポチッと押すぜ。関連するテレメトリーデータ、うーん、あ、録画だこれ。あれ、これしかいないわけ。なんだ、誰書いていたぞ。誰？ダカイン？何？抗議員がアフェルの支配権を置こうというお前の陰湿な巧みを阻止する決定だった。アセントグループは崩壊する。何？ AGM は自動シャットアウトして独立 A を有効化したみたいだ。まさか再吸い込みしようとしたのか。そんなのは許さない。本当にか？シャッター、ダメだ。アセントグループプレゼントメンションは私に聞かず監督家で、マリホーストゲルブコーポレーションも出て、乗っ取り。うちはマリホーストゲルブ言った？この裏切り者のクズが。私は人生をアセントグループに捧げた。何時もひたすら指示。ああ、なるほどね。つまりこれアフラの視界に範囲における陰謀論ではないのか。自分より下のやつが昇格になったことは気に食わないと。え、そうだ、下のやつだったんだ。他のすべてのサピエンスよ、お前もその不安定な感情奴隷なのだ。だがプロジェクトメンションのポータルディーズは銀行を一変させるものだ。そのような重要な責任をお前に当てると思うなんて愚かで傲慢だな。そういうところがあるからこそ昇格できないんだ。それでも今アセントグループは丸ごと手に入れとしているのは私。マルコースゲームの下ですか、元でか。アセンダーズがそんなこと受け入れるはずがない。全階層でインデントの暴動が起きる。アセンダーズは私が指揮しているのだ。私の指示は逆らない。だかい、まあ手遅れではない。エージェンまだシャットダウン状態で回復可能だ。お前に簡単な契約解除状況を用意してやって。ダメなやつだこれ絶対。いいえ、契約解除のあなたの方、これをもって私はアセントグループ全取締役が正しい会議に賛成する。強制解任ってこと、これもしかして。誰がどう高い。みんな、賛成だな。え、お賛成っていうか、ただ知るだけですよね、これ。あー、もう完全に賛成ですね。待って、やべ、過半数が賛成だよ。なるほど、そういうことですか。すべてがつながりましたね、お話の。え、なに、前が壊れたんだけど、何、なんか来んの、どういうこと、なんでブルブカフレが降ってくんの。うわー、なんかもうすごいね、なんか溶岩の中に突っ込んでるになってんじゃん。誰、なんで。君は飾りの貸しが出たね、インデント。月を返してもらいんだよ。ここで決戦っすか。なんかドローン飛んでるんですけど。あ、ドローンこれですか。なんか今4方向行ってる。まだで。やばい、あ、痛い。まだで。いや、硬くない君。え、やばくない。やばいよね、君の硬さ。やばいよね。何度も言うよ、それやばいと。やばいよね。いや、待って、え、強くない。いや強くない君も。え、バケモンしかいないんだけど基本的に。何これ、え、強すぎないこのゲーム。 OK 頑張ろう。
オーケー、はい、オーケー、はい、ここで一体確実やっていこう。オーケーオーケー、いいよ。オーケー、はい、一体ずつ確実にマスローしていく。今回はよし、まずは1位、オーケー、オーケー。いやもうこいつ一点やったら絶対ね楽だと思うんですよ、逆に。何これ、なんかあのメモがあるんですけど。OK OK OK OK、 いいよいいよ、はい、これ、はい、ドンドンドン、危ない、 OK OK OK、 いいよ、 OK、 来たー、 OK OK、 オニックスボイドから契約を守る、ほんとな。じゃあ今契約をしてろ、お前はここで朽ち果てるという契約をな。 OK、いやもう一体なら苦笑ですよ、このね。タイマンで負ける私はないですからね。OK。タイマンでは負けませんよ。何があってもね。タイマン性能だけは高いですからね。かすか、うえーいったー !OK。はい、OK。いいですよ。はい、これで。いいですよ。はい、OK ね。当たりませんね、そんなのは。弟を生き上がるといったとこですか、ジャンプ避けていく !3 位当てていて、最後ショットガンでかっこいい決めていく。アデュー、どうしたん、その程度なのかお前の力は。君は本自分の本当雇用者が誰なのかすら分かってないだろう、無知なやつだ。なら教えてくれ、無知な俺に。いやいや、俺はどうなってるんだ。すまん、そのハンマーもらっていっていいか。お前の敵は本当にドアが硬いです。お、打開はサピエンスした男の冷酷ね。あのズルスが感心する。マルホソゲルビには彼女が接触したのかさ、それとも逆。ここまで高価す強引な会社を乗ったら全体もんだわ。それにこの規模驚愕ね。でしょ、戦闘ではかなり磨きがかかっていったよね。工作に人殺しのセンスがあるかどうかだとなく用を果たしてくれる。幾度も虐殺、素晴らしい。まあ仕事はよくやりますからね。安心に行きましたか。アセントグループはアインシュタイン・ローゼン橋に基づいたワームホールゲートを開始していた。それがプロジェクトメンションの正体。何そのものがあったのか。そんなゲートがあったら高性能の移動も一瞬で可能よ。それを支配する者は銀河の支配者になれる。今までこの人の技術開発は行われたけど、数少ない報告書によるとどれも悲劇的な失敗を負って、あ、まあそうだろうね。ワープで基本的になんかね、研究所を丸く死亡したりね。いやもう多分時空間移動とか、多分それをさせようないようにする敵チームとかのね、敵会社か。まあそういうのあるんでしょうね。開発されたらたまったものじゃないもんね。でもアセントグループを AGI に再遂行できなかったところで計画失敗と、彼女は今も丸放送ゲームと取引を成立させようとして動いているはず。私たちは彼女がプロジェクトメンションを試験室に入れたと考えている。そしてアセンダーズを味方につけることが明らか。ダカインとマルホーソン・ゲルムの取引を考えれば、アセンダーズがあんなに武装し始めたことにも説明つく。マルホーソン・ゲルムが長いことアーコロスに武器を持ち込んだに違いないわ。私たちの次の目標であり最後の目標は、ダカインを摩擦プロジェクトメンションを Y コーポのものにすることよ。何、そんな警告をしていたのかお前。まあ、とりあえずもうあいつは潰さんといかんねやろ。なるほどね。なんか新しい武器くんね、とりあえず一本。君、なんか25の敵を相手まだ23なんだよね。今は無理、どっか行きなさい。なになに、すげえ気合いじゃん、俺のこと。 OK、 ディープスティンクレベル行きましょうか。じゃあどっかわかんないけど、それが何あげようかな。あ、これレベル20までなんだ、そもそもが。へえ。オッケー。さーて、じゃあどこ行こうかな。ここですか、また。さあ行きましょうか。
D ネクサスへ。あんまり D ネクサスがどこか分かってないんですけどね。まあ、で、ディープスティングリブ行きましょう。向こうか、1400メートル、めっちゃ遠いな。OKOK、 まあまあ帰ろうか。まあとりあえずお家に帰りたいんで帰ります。向こうか、いや結構遠いんだよねこれ。まあ適当なとこであれですね、バイクでも拾っていきましょうか。バイクじゃねえわ、タクシーだ。まっすぐ降りていけばいいかな今回は。いやタクシー拾えないからってあれですね、結構こうやって歩かされるの大変だね。OK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 。 でここまで行ったらノグヘッド？プロトコル61ってあったのは、あれ、アセントクラブバックアップライン、すごい作業しなかったんだ。それ作られたのが Y コーポなの。なるほどね。他すべてを引き継ぐものとして。でも、総書きうるせえ赤ん坊当然、何も分かったんでさ。だから、まずお前にデータがないのを確保されたんだ。あ、そうなんだ。なんかいろいろあったんですね。ということは、使うかどうかを若い AGI を呼び出す用意するなんて、どんだけリソースされてるか、まあ、確かにね。俺はつまりアセントグループの再建を狙ってるアホランのオーナーとか、今まで通り、俺は結局、何？サブレベルの区画に使ってみたら、汚染が？ほう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 。お前のフルソすぐした、マジ？そこんなとこ行かんとダメなのか。オッケーオッケー。これ傘多いんだよな、結構。まあまあ、お掃除しとくか。はい、お掃除、お掃除、お掃除。はいはい。いや、遠いな、なかなか。ほんとこれ最初の方だもんな。あ、向こうか。オッケーオッケーオッケー。ここまでで、ね、最高のロボット君。なんだなんか、あ、なかなか硬い君いるじゃないか。お、なんか、あれ、これ箱じゃないの。すごい箱っぽいさ、あとにね。はい、OK。いや、なかなかの敵の数だね、これは。あと何メートルだ。なかなか遠いですね、これは。なかなか遠いですけど。弾幕打つの楽しすぎて止まらないんですけど。OK、636、OK。いや、でもほんとこれ最初の方だよね。なんか思い出すもんね、この辺ね。23? あれ？気づいたら適応レベルめっちゃ高くなってるわ。オッケーオッケー。まあ、とりあえずあれですね。ここら辺触っといて、はい。なんか武器はあるかな、武器はな、そうだね。あぶっ、なんかよくわからん飛んでったな。武器はこれないね。何？アクセス拒否？オッケー。さあ、どこだ？残り 500m か。オッケー。なんか強いのいそうだな、これまた。あ、これ本当に
最初のとこだね。俺しゃがんだ記憶あるもん、ここで。なんか、え、懐かしいな。あ、そうそう、こうね、雲をロボットのところね、いいよね。こう、もうここの色合いがすごくいいよね、マジでね。めっちゃ好きだわ、これ。あ、ここも金手だ、ここ、タービーもね。いや、いいよな。え、ミッションステータス、O をして、システム現在進行中の目標と、え、何、今更今更ここの説明読んでなかったってこと、俺もしかして。マップ区分、いや、読んだよね、これは。いや、さすがに。もう一回言ったからかな。思い出した、ここが最初のとこだよってこと、もしかして。さあ行きましょうか。 OK、 アクセスして、サイド86、あまりピットを覗き込んでない、行くよ。ピットをまたこちらを覗き込んでると深淵と同じじゃないか。行こうか。さあ、低層メンタスレベル到達しますか。あれ、ここら辺なんかあれなんだね、あんのかな。おお、これなんだろう、これ手術受ける。これなんだろう、バイオ男性、スタイルとか、あ、こういうの受けれるんだ、へえ。え、これどうなるの、バランスか、何これ。これどういうセンス受けるんだろうね。あー、スキルをリセットするって感じか。なるほどね。なんかいいやつあるかな。スパイダーボット、モノスクラッパー、ルーテン、んー、ニュートンビーム、ハイドリックスラム、ロックオンファイヤー、ハイパーフォーカス。モジュールもね、ジャベにたくてから。まあ、そんなにデジタルゾーン。まあまあ、なんもないね。あ、そこまでいって感じだね。なんかいいもんないのか？さ、何？くー、レベル3なのこれ。おまけしてくれよ。もう武器がなくて俺寂しいんですけど。もうなんかないか。お宝、お宝ないの、お宝頼む、お宝欲しい、お宝。とてもなさそう。ないか。本社は行きますか。なんかやばそうだよね。明らかになんかいそうではあるけど、頑張りましょう。あー、あー、いいね、いいね。あー、あそこ何を修理してんだろうね。あのロボットくんがどんな指令を受けてあそこで。あー、すごい。名称を防御するよう指示を出す、アセンダースの通信を傍受したオニックスボイドの装備で身を固めてる。へー、オニックスボイドで身を固めてるということは超強いってこと。さあ、それじゃ施設へ突入行きましょうか。うわー、なんか荒れてんな、ここ。あ、敵が強そう。レベル20行こうか。なるほどね。いや、強そうってか、多分これ強いんだろうな。いや、硬いわ、敵普通に。まあ、銃はまあまあ、これで銃間に合いはすると思うんでいいんですけど、ただただ強いね。まあ、それ鉄塔にここらですね、歩いていきましょうか。はい、オッケー、はい、どうも楽しいね。はい、どうも危ない危ない。お、なかなか多さだね。
はい、オッケー、気持ちがいい、いいね。オッケー。おや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 。いや、たまりませんね、やっぱ。こういうゲームの醍醐味って言ってもいいんですけど、本当になんかたくさんの敵がいたやつを一掃するこの喜び、最高ですね、本当に。何？なんかやべえやついんな。なすか？いけ、ロボットくん。何？全然効かないじゃないか。どうなっているんだ。オッケーオッケー、はい、オッケー。やばい、いた。オッケー、危ない、オッケー、はい、いた。よしよし。さーって、ここで使っていって、はい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 、オッケー、ナーイス。まあでもそんな、なんかあれですね、まあ敵一体一体硬いわけじゃないのと、まあ、レンジの攻撃を持ってるわけではないので、まあそこで楽ですね、相手するのね。僕レンジの攻撃持ってもえらいことですかね、これ。おこれはあれか、なんか他に効く武器あんのかな、ちょっと調べますか。最近拾った中で強そうな武器は、フィストはさ、ライフルじゃないか、サビマシンガン、アストロスマッシャー、ストライクか。あー、まあまあまあ強いですね。強いけど、まあ言うて、あ、強いわ。いや、小道具するかもな、ここは。オッケーオッケー。よし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 、いいね。まあ、弾が散らせるのもあるんだけど、あれですね。単純やっぱ弾数が多いから、シンプルに強いですね、これは。オッケー。ああ、いいですね。オッケーオッケー、はい。やばい数じゃないのこれ。 OK 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 OK、 いいですよ。いや、もうここで打ってだけ気持ちいいですね。いや、やばいやばい、これ。いや、これは癖になる、本当に癖になる弾幕、これは。 OK、 いたたたたいたたたいたた、はい、 OK ね。たくさん来ますね、たくさん来ますが、私には関係ありませんよ。はい、これ。いや、硬い硬い、敵硬い、ちょっと待って、もうちょっと食べてほしいですね、これね。やばい、いた。くぅ、はい、次にね。オッケーオッケー、ナイス。あ、いた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 。いや、結構痛かったね。もうショックウェーブばっかり持ってる、今。オッケー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 。いや、なかなかとんでもないとこでしたね。さあ、この先を一体何が待ってる。あ、いた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 、何、え、突然すぎ、突然すぎやか、これ。え、待って待って、ええー待って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 、いや、突然すぎるだろ、これは。え、
本当に今突然すぎてびっくりしたわ。そんな突然来るかね。しかもまさかこっから。なに？ほぼ初見殺しに近かったんですけど。オーケーオーケー、皆さん君たち、私が綺麗にねこの世界からお掃除してあげるからね。オーケー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 、オロ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 。いや数多いね、すごいね君たち。群がりす群がりすに俺の体バーゲンセールじゃないんだよ本当に。オーケーオーケーオーケー、ドミネー、やっぱドミネーターなんかですね優秀だな、こうやって見るとすごい打てるもんな。オーケー、おっとっと、タバが、あーオッケ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 ー、なんかやばいなんか量のショックウェーブがあるね。これショックウェーブつけた方がいいってこと？もしかしてこんだけショックウェーブね落ちてるんだったらショックウェーブつけた方がいいような気はしまいますね。なんかいいバッテリー入ってるかな。あー、34、52、12ですか。まあそこまでだな。まあまあ、これいきますか。あ、待って。あ、むしろもう職員持ってたわ。はい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 。いや、ストライクブレイカーじゃないのかな。コマンダー、エンフォーサー。はてはて、どうなんだろうね、これは。ああ、どう、この方がなんかあれですね、強いような気はしますけどね。ただ、いかんせん、ちょっとあれかな、ダメージはあるけど。ダメージはあるが、だがしかし弾幕は足りてない感じだな。 OK、 なのでこっちの方がまあ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 いいのかなっていう感じはしますね。いいのかなっていう感じはするんですが、うん、貫通があるわけないね、よくないね。悪くはないがよくないね。どうだ、これも悪くはないね。悪くはないが、これじゃないね。まあ、実際強化したのが1個だからな。うん。これもノットトゥーマッチですね。全然強くないように感じますね、これも。いや、これもいらないか。パシファイア。パシフィアも強い。いやでもな、ストライクか。ルームスイーパーもでもあれですね。ルームスイーパーこの時に効くんでしょうか。オッケーオッケー、オーケーオーケー、ここね、はい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 。さあどうだ、オーディオも死んだか。あ、死んだっぽいね。オッケーオッケー、うーん、自動追尾。
この先だったかな。どこだったかな、やばいの。はい、オッケー。オッケー。やばいやばい、全然ために足りないから、これだよな。オッケーオッケー。これは少しダメージが足りなすぎて、オッケー。まあ、ここであれですね、ダンシングしながらやりましょうか。せい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 、オッケー。オッケー、あぶれ、あぶれ、いたたたたたた、あぶれじゃねえ、当たってるわ。オッケーオッケー、はい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 、なんとね、はい、オッケー。頭にぶち込んでからのナイスショット、うん、素晴らしい。やはりこれなんですね、いいですね。オッケー。さあ、ここが終わって次ですか。何、ここまで行ったっけな。数が多い、数が。なんかもう絶対これレベルの手こ入れされてる、これ間違いなく。今突然増えすぎじゃないこれ、だって。突然すいません、こう敵の数は。さすがに、さすがの私もこれちょっとおかしいと思うんですけど、どうなんですかね。 OK 危ない、 OK ナイス、よし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 。まあ倒せるからいいんですけど、だこの後だよな問題は。すごいことなっちゃったもんね。オッケー、はい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 、オッケー、いいですね。もうオッケー、もう横にね、もう一生下にして打っとこう。もうこれだけで勝てるよ。オッケーオッケー、いいね。分かればね、まあまあ対処できますけども、びっくりしたもんね最初ね。何それ、たともね。あ、なんかこっち入ってもある、なんだ、おお、いいね。スキルポイントはバズると、いや、このガシャンガシャンって感じいいよね、これね。こういうなんかね、上限があるっていいよな。あ、なんかある。で、あれなんかの箱レベル高そうだんな、これ。いくつで ?3? あ、普通にとも。ただのお金でした。いや、ただのお金って言い方あれだけど、そうですね。もっといいものがあると思ったんですけどね。なかったですね。さあ、いきますよ。そろそろバカでかい作るんじゃないか、ここ。おー、いいですね、上のキャッチャーも。はい、なんか多い。へー、お金だ。ちょっとなんかと武器欲しいね。 OK、さあ、通っていきましょうか。ここどこだ。え、敵やんけ。ちょっと待って待って待って、あっぶねー今。ちょ待って待って、オッケー。レベル27、8。なかなかのレベルですねこれは。バンバン撃っちゃうよじゃないね。言い方は可愛いけど、全然やってることは可愛くねえんだよな。はいはい。お、なんだこれ、パシファーか。パシファー別にじゃないんだよな。スペリオル、あれ、スペリオルって何だったっけな。スペリオルっていうか、あ、これか。あれ、スペリオル見たことないな。エンフォーサー見たことあるけどね。おお、なんか、なんか強そう。
なんか強そうに見える。これにしよう。いや、あんま強くない気がしてきた。熱。いや、強いのか。実はめっちゃダメージ入ってるとかある、相手に。いや、絶対入ってないわ。いや、むしろあいつ勝った。ちょっと待ってね。やはり、その最上級ドミネーター持ってあれですね、相手するしかないようですね。オーケー。はい。何、あいつ硬くね。いや、待て、なんだあいつ固まってんのか。いや、待て、硬い気がする。あれ、もしかして本当に強いこれ。待って、え、強いシスだぞこれ。このふざけた音では想像がつかないように強いかもしれない。あいつバグって前来ないんだけど。何つ、やだ、うえ、あれもう欲するか。なんか戦ってる時無駄な気がしてきたな。よし、多分あれは無駄だったな。お、さあハッキングしてアイテムもらっていきましょうかね。やばい。あー、待て、転がりすぎだろここら辺に。やばいの。ちょっと横をお邪魔するで。オーケーオーケー、危ない。待て。オーケー。はい。あいつめっちゃ硬くない？え？よせ。やばい、コードほぐってますね彼。いてー。待て、あいつと戦わずに行くか。なんかやばい気がしてきましたねあれは。なんかボスより硬いんですけど、どう考えても。お得意のショットガンもなんかね、ちょっとあれだし、処理できないレベルに達してますね完全に。あれ、まあなんか戦う、
まあ戦うのも滑るから行きましょうか。オッケーオッケー。ね、はいはい、オッケーオッケー、いいですね。これでね、ちゃんと前すぎながらね処理していくと、まあ、特に食らうことはないけど、まあ、たまには食らうっていうことですね。これね、ですね。はい、許可していきましょう。はい、お取りくださいね。向こうか。いや、なんかいんな。なんかいるな。え？いや、強ない君ら。君強くないか。いや、仲間は熱意責任か。うるせえ。いねえんだ、そんなのこっちはよ。一人で行ってんだ、ここまでよ。いや、いや、これドミネーターいけっか。あ、ドミネーターはいったっけ、いけそうだね。オッケーオッケー。硬くない君。よし、いっか、外ず。オッケー、オッケー、はい、ちゃんとね一体しっかりと処理しながら行きましょう。あ、なんだ。お、はかんね。頼む、なんか武器くれ。いや、ねえのか。あ、何メートル ?136OK? ナイス。あ、そういう系。いや、懐かしいね。ちょっとなんかボスラッシュみたいな感じになってるやん。いや、この狭い場所のボスラッシュはなかなかなんですよ。オッケーオッケー。いい、倒したのに。え、しかもこっから。マジですか。いや、もう数多くない、なんか。え？いや、数むちゃくちゃなんか多いんですけど。OK。オッケー、よし。ああ、2グループが同時に来たから多く感じたのか、今。そういうことかな、知らんけど。いやー、ただちょっときつそうだな、これヘルス。あれ、ロボットいなくなってる、もしかして。ロボットいなくなってるけど、ただあれですね、このあばい、これか。オーケー、いいね。よし、これなんだ、フィスト。なんだこれ、フィストってなんだ。多分武器だよね。フィスト、フィスト、フィスト、フィ
どう？ああ、ファンタジオか。いや、これ持ってたな。普通に持ってましたわ、これ。あ、ここか。さあ、こっから何があるんだ？行きます。おー、すげえ、このバッグ。お前の周囲に弱くなっていってるけど、面白いに近づいてるみたいだな。そう、橋のすぐ向こうだ。俺、一緒じゃなくてよかったよ。あの日、うわー、なんかもう、やばそうだよね、なんか。隠された場所行く感じある、今。うわ、なんか結構秘密基地感あったけど、ここもすっごいね。メンションゲートは絶対に確保して。打開がマルフォースグループ、OK。いや、もう敵のアジトやん、こんな感じ。何か痛いはずよ。打開抜殺、彼女は他者を徹底したよ。プロジェクトメンションは必要データすべて入手、もう用はない。この任務を開始していた Y コープから爆弾報酬が出るわ。そして個人契約者のライスもね、マジ？なるほどね。うわーもうここやん完全に。いやというわけで皆さん、今回はこの辺にしときましょうか。というわけで今回はメンションにたどり着きはしたんですがね、次回でメンションの中をしっかりと攻略して打開を抹殺していこうと思います。というわけでまたよかったら見てください。またね、バイバイ、ミントでした。 See you!